社会人野球日本選手権、近畿地区最終予選、日本新薬5の一ミキハウス、代表決定戦、18日、若狭スタジアム、京都。日本新薬が16大会連続26回目の社会人野球日本選手権への出場を決めた。1対1の同点で迎えた4回無失一塁。 7番の橋本和樹内野手25イコール立命大が立命大の5学年上先輩にあたる元巨人の桜井俊樹投手30の2球目を捉え中越敵地二塁打大一番での先輩打ちで大舞台行きの切符をつかんだ京都育ちの右打者は旧暦も京都一筋龍国大平安時代は16年選抜の明徳義塾戦で本塁打をマーク 立命大時代もリーグ戦で首位打者に輝くなど持ち前の打力を発揮した。